巨人ファンの気持ちがわかったわ本当に。小馬神みたいなのってガチで立ち悪いな。大城小林と木下拓也加藤拓馬がまんまその構図になってる。本来レベル差ありすぎて論争にならないのにな。身内がまさにこれなんよな。大城と小林なんてこんなひどい使われ方しなければ本来同じ土俵にもないのに。小馬神はもっと立ちが悪いぞ。すぐごまかす。すぐそういう都合の悪いことには無視。小林第一主義、小林のためならチームはどうでもいい。誹謗中傷は当たり前だからな。小馬神は本物だからな。オールスター登録、スポナビの登録、公式にクソみたいなリプエトセトラ。小林が引退しても外役ファンムーブしてそうやし、普通にまとめてどっかのチームに送りつけたい。小馬神だけなら無視すれば済むけど、立浪阿部みたいに監督がそれと同レベルだと本当にきつい。監督とファンの気持ち悪い連中が頭おかしいのと、大城よりミス多いのに見過ごされてるのもモヤモヤする。そんなもんじゃない、小馬神、小馬マンの方がもっと立ちが悪い。ファンがいるだけならまだマシなんだが、監督に実際にそういう気持ち悪い起用されると本当に見る気なくすからやめてほしい。小馬神とまともな方の巨人ファンが壮絶なバトルを繰り広げてる中、間取って岸田が出てきたのほんまに草。中日ももう間取って石橋に出てきてもらおう。平和になるで。立浪と一緒にしたからワンツーフィニッシュ決めたい。そこを奪うのは岸田、石橋だ頑張れ。加藤が出場しただけで、スポナビの MVP に必ず選ばれて、木下が活躍したら公式リプに贔屓されてるんだからたまには打って当たり前だよねってコメが10個ぐらいつくようになってスタートラインや。まあ小林は顔ファンでしかも変な人が結構いるせいで余計に立ちが悪いんだよな。加藤拓馬そんなにイケメンじゃないのに。巨人には岸田がいて中日は石橋がすでに上がってきてる。真の暗黒は打率1割2人の保守2人制。加藤と小林ならまだ小林の方がマシだけど、大城いるのに小林や岸田優先されるの意味不明だよな。